新宿区に1時間に100人の雨が降った場合、その雨水の量は皆さんの学校にある区域約5000倍分にもなります。この雨水の約半分が地上に溢れ出します。そしてアンダーパスや建物の地下部分などに流れ込み、水害を引き起こしてしまうのです。避難に関する情報が出たときはもとより、自ら危険を感じたときはこれらの危険な場所に近づかないようにしましょう。このような都市型水害に備えて、日頃から私たちにできる対策があります。側溝にゴミが溜まっていると排水ができなくなり、水害が起こりやすくなります。側溝を掃除したり、物で塞がないよう心がけましょう。さらに非常時に備えて避難グッズを準備したり、避難場所まで安全に通行できる道を確認しておきましょう。近くに住む一人暮らしのお年寄りなどへの気配りも大切です。各地域ごとに配布されているハザードマップで具体的な避難場所や危険区域などを確認し、水害に対する正しい知識を入手しておきましょう。はい、じゃあすいません、こちらちょっとね、皆さん向き直っていただけますかね。はい、これから体験しますね、こちら向き直って、まだ5つあったということでございます。はい、これから体験しますね、一番怪我が多いところなんですけど、皆さんから見てみて、これは先ほどね、大雨が降って地下に水が入ってきましたよ、ね、その時扉にどれだけの水圧がかかるのかという体験です。今20から30日になります。本来40もあったんだけど、今年の1月立て続けにアキレス腱切ったことが出たんでやめましたよ。取り外しましたね。30でも30も考えられたらこれはもう知らないで力いっぱいやったらパチンって隣の救急車で飛んでたんで病院連れて帰ってきた人は2人ついた。怪我しないで30で開かなくても結構です。これはこんなに、ね、重たいんだっていう体験することね。30やったら私は今日勝ちだと勝ち負けないですからね。やり方電気がついてますね。1、2、3、3つ出ます。10センチと30ついてます。ついてたらこの状態で体験開始の準備ができます。好きなやつをですね押していただくと10秒の間にこれをガーって45度上げますとピンポピンポってなりますけど、10秒経つとイラストが抜けちゃってニャって動いちゃって、もうこれは開いた検査になりません。10秒の間に準備できるとしてください、ね、それからこれは動か今日は動かなくなってますから、普通にノブを無理して回さなくてこのまま体重をかけます。いいですか。じゃあ押します。10センチ簡単ですから、押したらこの状態ギューッと体重をかけます。じゃあピンポンと開けます。この間に開けるとドア開放成功で、さっき言った30あたりはこの仕事きちっと思います、ね、皆さん頑張れ、お父さん頑張れって言ったらきちっとなっちゃうので危なかったら分からなくて結構です。はい、今度はこちら、こちらは車もね、水深の話ですけど、想定的には道路に水が溜まって運転席まで来ちゃったんだよ。運転席に来てまたさらに運転席に水があったから開けてみればもう20センチから30センチの水深があるで、同じようにこれも10から30です。だけどね、このまま腰曲げてやったらやっぱりね、腰をひねっちゃうんです。正面向いていただいて、ドアもちろん力入るから、これも同じように押してください。30です。で、こちら状態だけなんでちょっと押しづらいかもしれませんけど、一生懸命10押したらしっかり押して、これも同じように10番と40になってるとピンポンピンポン、あとは自動で座りますから、まあ、このね、まずはね、怪我しないのが大事ですね。開かなくても、あ、これだけの水圧なんだっていうのを見つけていただけば結構です。じゃあこの辺からお借り、こちらの方はまず地下のドア、こちらの方は運転席のドア開けて、で、もう時間になりましたら交換したいと思います。順次大体1人1回ずつしかできないと思うので、しましょう。はい、じゃあどうぞこちらの方、こちらの方は車に行きましょう。はい、これでいいですよ。
クリア。確かにね、急にやったら怪我しそうだね。死亡です。お、さすが。さあ行け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 。足に来るね。みじん行けた？はぁはぁはぁ、いけーいけー、あとちょっとだ。え、ゆうくん寝れた？行け！逃げろ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 ！逃げられない、逃げられない。行け！逃げられない。ね、今の 30？ 今の 30？ 30逃げられない。
サシですか、ね、サシじゃ無理なんだね、やっぱり。Thank you.